じゃない。あなたの喜びだよ。はい、はい、どうも。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。小池百合子でございます。衆参合わせて国政24年、環境大臣、防衛大臣などを務めましたが、東京選挙区で活動する中で、都民にとってより良い暮らし、そしてより暮らしやすい、働きやすい、子育てのしやすい東京にグレードアップさせるため、この度東京大改革を訴えまして、291万人の都民の支えいただき、当選をさせていただきました。身の引き締まる思いであります。ここがポイントであります。何よりも都民ファーストに皆様方には徹していただきたいと、このように考えています。3つ申し上げたいと存じます。まず、できない理由から入らないでいただきたい。できない理由を探す、これを真っ先にやらないでいただきたい。それは都民が欲している課題に対してどうすればできるかをまず考えてほしい。時代の変化とともに都民のニーズも変わってきている。そういう中で、いつも都民ファースト、都民目線で最善を尽くし、その努力をお願いしていただきたいと考えております。どうぞ皆さん、できる方法を探してまいりましょう。それでもダメだったときは、どうぞ私に直接申し入れていただきたいと存じます。番号はご存知だと思います。知事室でございます。2つ目、あらゆる仕事には期限を決めて臨んでいただきたいと存じます。物事にはちょうど良いタイミングというものがあります。そこで、行政にありがちな検討します。この言葉で長く引き延ばさないようにしていただきたい。また、検討が必要な場合には、どれだけの日数で検討するのか、いつまでにどうするのか、これらのでこれを必ず明確にしていただきたいと思います。3つ目、これは私の政治信条なのでありますけれども、共感と、そして大義と共感、これを大切にしていただきたいということであります。大義のない施策、政策は政策に値しないと思います。必ず大義は必要であります。大義があるからこそそれを実施するわけであります。しかし、大義ばかり振りかざしていても物事は動きません。そこに共感がないと、都民の共感がないと、それは大きな効果を生み出しません。皆さんの日々のアイデア、提案をどんどんと出していただきたいと存じます。特に若手の皆さん、若手用の提案箱を作ってまいりますので、どんどんと提案をしていただきたいと思います。ベテランの皆様、どうぞ直接私にお訴えをしていただきたいと存じます。そしてその提案が必ずうまく活かせるような、そんな都政を目指していきたいと思っております。さあ皆さん、東京から日本を変えていきましょう。そして女性も男性も、子どももお年寄りも障害者も、誰もが輝く東京、日本にしてまいりましょう。地方公共団体のリーダーである都庁の皆様だからこそ、それは必ずできると、このように信じているところでございます。私は皆さんの先頭に立ってまいります。そして皆さんと共に新しい都政を始めていきたいと思います。今日そのスタートの日であります。みんなで頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。小池知事が退場されますので、拍手でお送りください。
について説明をさせていただきますが、都政改革本部なる組織を設置をいたしたと考えております。都知事局との結婚段階という位置づけになろうかと思います。その目的であるんですけれども、都庁そして出資団体等の業務、組織予算等の在り方を検証し、そして県民の皆様方にその結果をご報告するということであり、都政を正しく都民ファーストというものに改善していくということでございます。この都政改革本部におきましては、過去の慣例にとらわれることなく、法律、効果、そして透明性の観点を重視して取り組んでいくものといたしております。それから組織の改善というような形で、硬直化しないで、より都民の皆様方のニーズに即した都政に移していくと、そのための、でございます。